2010年バンクーバーオリンピックのフィギュアスケート競技女子シングルは国際オリンピック委員会の統括の下で国際スケート連盟が管理進行しカナダバンクーバーのパシフィックコロシアムにて実施されたショートプログラムとフリースケーティングには中1日置かれておりこの間にはショートトラック競技とフィギュアスケート競技の会場練習が行われたショートプログラムは 競技開始時点の世界ランキングにより、低い方から15組を先、次の5組を中、残りの10組を後に分け、それぞれの中での抽選により決定された。ペア、男子シングルと異なり前半滑走者に驚くような、スコアを出す選手がなく、23番に滑走した、金剣智ゴが1位、22番目滑走の浅田真央が2位の、オーソドックスな展開となった。3位には、 応援に来た母親が大会期間中に休成した中で競技に臨んだジョアニー・ロシェットが浅田に迫るスコアで続き4位以降を約6.5点引き離した。以降は約5点差以内に12位までが入る混戦となった。フリースケーティングの最終滑走グループで演技することになるショートプログラムの成績上位6人にヨーロッパの選手が1人も入らない、かつてないこととなった。 30選手中24位までの選手が2日後のフリースケーティングに進み25位以下はショートプログラムの順位が最終順位となった。フリースケーティング滑走順はショートプログラムの成績の低い方から6組ずつのグループに分け成績の低いグループから先に同じグループ内では抽選により決定された。最終滑走グループの第3滑走者となった。 近県地語がルッツジャンプや2番目に3回転を飛ぶ連続ジャンプで高い声を得たことをはじめ、技術点では基礎点、加点ともに1位、構成点でも1位となり、総合得点は歴代最高点となった。SP2 の浅田真央は演技中2回の3回転アクセルジャンプを成功させたものの、その他の3回転ジャンプでミスが目立ち、技術点の基礎点は6位に止まったものの、 総合では2位につけた。続いて滑走したジョアニー・ロシェットは連続ジャンプでの声、いや、構成点で高評価を得て、浅田に次銅メダルを獲得した。ありがとうございます。